はいどうもー、よいしょよいしょよいしょ、しぼうじでーす。おろす、そう、外だよースプリム 2022FW ウィーク5。さあ、今週はですね、まあ普通の人にとってはなぎでしょうけどもね、おじさん久方ぶりのちょっと店舗並び来てまして、今週出たこちら、はい、グレムリンコラボ、これ映画のグレムリン、おじさんと言ったらね、ちょっと映画コラボ目ないもんですから、まあ、ホッケージャージに、フーディーに T シャツにデッキと、まあ、オンラインでポチポチポチってやろうと思ったんですけど、どうもこう人気が読めてこない、まあまあ残るんかな。とはいえグレムリン結構メジャーな映画作品だし、うん、売れちゃうのかな。でもあれも欲しいな、これも欲しいな、でどれ最初行けばいいか、あーって頭おかしくなって、もう店舗で買えばいいじゃないって、グレムリンコラボはこう店員さんからあれとこれとこれっつってドサッともらって買いたいなと思って、今日はちょっとだから店舗で、番号をもらって、並びたいと思います。何人ぐらい並ぶの、まあ幼児はもうで100人ぐらいだった先週で、今週もね、まあ、グレムリンコラボぐらいでしょ。あとはまあ T シャツもあるんでね、秋物 T シャツを買いに来てる人もいると思うんですけど、まあ100人ぐらいかなとおじさん踏んでおります。はい、でちょっともうね、グレムリンコラボ今までもうグレムリンコラボで散財するために抑えてますって言ってたんですけど、はい、買っちゃうよ今日。あのね、もうホッケージャージ、フーディー、デッキ来ます。で T シャツも来るんだけど、まあ、T シャツはまあ、この3点の中どれか買えなかった時、代わりに T シャツ買おうかなっていう感じで、ホッケージャージはね、白の XL 欲しいんですけど、まあなかったら黒の XL でも買う。で、まあ XL なかったらちょっと L はな、XXL? まあデカめデカめで、うん。あったらって感じで、はい。あとはフーディーですね。この色迷ってます。はい。ヘザーグレーかグリーンかでね、迷ってます。これ見たいと思います。これも XL 1個かなって、ちょっとデカめデカめで。で、デッキ、いつものデッキ欲しいですよ。うん、モグアイ、ギズモのデッキ、欲しいですよ。この3つも今日、おじさん店舗で爆買いします。はい。ということで今日はですね、こうポチポチ、うわー、買えないっていうね、購入時期はできないんですけど、店舗で、おじさん全部ちゃんと手に入れることができるのかっていうのをね、見ていただきたい。はい。そこ楽しみにして動画見てください。この後も、はい。ということで、店舗で番号をもらおうと思います。はい、行ってきます。はい、ということでですね、原宿でございます。朝はですね、8時ちょい過ぎぐらいですかね。はい、いつもね、おじさん店舗並ぶときは渋谷選ぶことが多いんですけど、原宿店はですね、リニューアル改装工事をねして、行ってなかったんですよね。なので、店舗どんな感じになったのかなっていうの入りたいのもあって、今日は原宿店来てみました。いや、晴れて気持ちいいですね。気温もちょっとね、低めでですね。はい。で、どこら辺なんですかね。あ、ちょっと遠くの方にちらほら人が見えます。現在は、8時7分、10分、10分、8時10分くらいですかね。はい。あ、あそこかな?はいはい、来ましたね。あ、もうセキュリティは到着していますね。はい、久々ですね、ここ並ぶのもね。いつぶり、もう1年以上ぶりなんですけど。はい、ということで、並びつきました。まだね、QR コードはね、配布されてなくて、前に10人ぐらいが並んでる感じですかね。はい。まだ返しません。8時10分ぐらいです。はい。8時40分ぐらいにね、店員さん来て QR コード配り始めました。おじさん77番、よし、ラッキーセブンセブン、よし、来い来い。はい、ということで原宿店77番、一体何番目に入店できるのか、ここから抽選してね、9時半ぐらいに、呼び出し番号が順番にね、サイトに掲示されるので、そこまでちょっと朝ごはん食べながら待とうかなと思います。いや、それにしてもね、いや、朝の表参道気持ちいいですね。天気もいいし、ちょっと涼しげで、はいはい、気分がいい。シュプリーム並び朝か最高ということで、ちょっとご飯食べにお店入りまーす。
はい、ということでね、原宿駅近くのモスバーガーでね、朝ごはん食べながらね、ちょっと時間を潰してます。はい、いや、うまかった。久々のモスバーガーね、コーヒーもね、美味しいですね。いや、何番なんだろうな。なんだこの煙草の手は。あて、自分の手か。びっくりしました。とかですがね、ちょっと腹が痛くなってきたんですけども、もうすぐ番号が出るのに、ちょっとここで代弁はいけないぞということでね、これあるあるですね。腹が痛いな。はい、ということでね、店を出てね、シュプリーム原宿に向かおうと思います。はい、番号振られました。おじさんの入店順は90番目。すいません、ノブヨドラえもんがね、出てしまいました。いやいやいや、やっぱくじ運ないな。おい、ラッキーセブンどないしたんじゃ。久々の店舗なのに90番目かよ。おい、こんな並びの人数も100人ちょいだと。いや、もうほぼ後ろの方なんですけどもね、まあ振ってる番号で言うと160番ぐらいまでは番号配ってるんで、まあ3分の2ぐらいか。おじさんの苦情の悪さがあってもね、皮肉にも天気はいいでございますけどね。まあまあまあ、最高ですけどね。気温とか天気はね、いや、苦渋ないですね。ほんとね、ないんですよね。さあさあさあ、来ました。ということで、番号、まだ、整列はまだですね。はい、番号もらった、シュポおじさん。あれ、なんだこれ。え？一足だけ、プーマが、迷子プーマがあるけど、誰のですか？今ね、シュプリームの店員さんがこう番号をチェックしてますね。あ、こんな近くに店員さんが。おじさん、ここにいるよ。おじさん、ここにいるんだよ。意外とね、抜け番が多くて、おじさん90番なんですけど、呼ばれても人がいない番号があったんで、意外と早めに入店できそうです。はいはいはい。とかなんとか言ってたら、店舗案内されました。おじさんが先頭かやいや。おー、シプリムの店員さん、意外とイージー500と書くんですね。やっぱシプリムの店員さんはね、サイジングとやっぱコーデのくどさがなくていいですよね。今ですね、10時40分ぐらいですね。入店10時40分ぐらいです。ああ、もうすぐだ。もうすぐだ。あ、そういえば、うんこするの忘れた。お腹痛い。で、グレムリン帰るのか。あ、グレムリンが先か。うんこが先か。どうしよう、大丈夫かな。よし、入ります。この匂い、この肌触りこそシュプリームよ。さあ、無事シュプリームから出てきました。はい、一体おじさん何を変えたのか、ちょっとお家帰って見せたいと思います。はい、うんち漏らしませんでした。引っ込みました。家までうんちも持って帰ります。よいしょ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 。はい、帰ってまいりました。しぼじ、現場から帰還いたしました。よかったっすね、久々のシュプリーム。はい、まあ、原宿店行ってきたんですけどね、ちょっとこう番号がね、あんま良くない番号でしたけども、はいはい、なんとか入店してね、物買ってきました。一応物は何かしら買いました。はい、じゃあおじさん、言ってましたね、フリデキ、そしてホッケージャージって買えなかったら T シャツ、このグレムリン4連発のうち3連発、はい、もう爆買いするぞと言ってね、帰還しましたけど、おじさん一体何買えたのか見ていきましょう。まずこちらバーン。はい、フーディー買いましたね。ヘザーグレーの、はいはい、ヘザーグレーの XL。 はい、グレムリンが映画を見てるシーンのね、あー、プリントした XL です。はい、で後ろにこういうロゴシュプリームってね入ってるって、これ、あー、いや、これ店員さんにちょっとね、ヘザーグレーの XL でって言ってね、こう入って渡してもらったんですけど、会計時にね、ちょっと待てよ、ちょっと嫌な予感すんなと思ってね、こうタグをバーって見たらね、L だったんですよね。あ、これ XL ですって交換してもらってね、うん、そこでありますから、はい、気をつけてっていうのでね、はい、まずはフーディーゲット。はい、ヘザーグレーの XL ドカッと着ようと思います。はい、まずフーディーちゃんゲットでした。はい、ほいで次これだ。おぉ、ギズモデッキ手に入れました。はい、ギズモデッキ、ねえ、ギズモデッキ買いましたよ。はい、店頭でデッキを買うと店員さんが心なしか優しい顔になるよ、おじさんあるある。で、買いましたデッキをね、ギズモのね、これちょっと飾りたいな。今 T
テレビにね、スマーフのねボックスロゴのデッキ飾ってるんですけど、ちょっとこれに交換しようかなっていう。もっとね広い家だったらデッキ1枚でも2枚でもね飾りたいです。もう本当は壁にガンガンガンってつけたいんですけどね、なかなかねどうしてねっていうので、ね、買いましたこれ。はい、でこのデッキ用のこの袋もねもらいましたよこれ。このはいリサイクル素材のこの何入れんだっちゅうねこれね、一体でないこれデッキショッパー、これレアですよこれ、デッキ買わないともらえねえ。はい、これ手に入れました。はい、おじさんシュプリーム原宿店90番台、入店、バーってこう一回見た感じだね、あれないないぞと思って、やっぱねメイン商品っていうのはね見えるところにね飾ってあるんですけど、あれどこを見てもないぞ、あら、店員さんすいませんって、グレムリンのジャージ欲しいんですけど、言ったありましたありました、はいはい、グリーンブラックか、うん、こちらですよ、はい、バーン、グレムリンのねホッケージャージグレムリンを購入しましたね。あのギズモの方の XL 欲しかったんですけど、 XL ありますかって言ったら XL ないっすね、じゃあ L はエルないっすね。でもギズモがもう M からしかなくて、うん、じゃあグレムリンの方は XL っす、いやないっすね、うわ XL ないのかと思って、XL 買う予定だったんですけど、 XL なかったら諦めようと思ってたんす、でかいのが欲しいから。でもさ、もう頭の中ぐるってなって、でもこの後オンラインで出るだろうけど、いやもしかしたら、いやでもここで L 買わなかったら、もしかしたら、いやここで、うわあーあいやーで気づいたらもうねレジ並んでました、 L もらって、はい、なんで L 購入しました。まあまあまあ、その一応ね出してこう鏡の前で合わせた感じ、まあまあちょいデカなんでね、まあ、L でもいいかということで、はい、ちなみにこのフーディーの上から着ると、はい、あ全然全然、うん全然フーディーの上から着てちょっとゆったり感あるんで、はい、いいじゃないと、まあ L でよかったっすかね。うん、本当はギズモの XL 欲しかったけど、白 XL 欲しかったけどね、まあとにかく7万4000しました。ブヒーいやー爆買い爆買い、うん、この3点買ったからね、 T シャツはちょっとね買いませんでした。うん、グレタティ、まあまあまあいいなとは思ったんですけどね、グレタティは買わずで、まあだからそのギズモの XL は手に入んなかったっすけど、3つ買いました。念願の映画コラボにねぶち込むっていうね、達成いたしました。いやもうやばいよ本当に、10月のために7万はやばい。先週もね、あのはい、ということでね、ただいまのお時間、家に帰宅しまして11時44分でございます。はい、こっからシュプリームのちょっとオンラインでホケジャージなどね、フーディーデッキ完売してるのかちょっとチェックしたいと思います。久々店舗並びましたから、はい、どんな感じなのか、はいはい、じゃあ俺行きました。初めて、久々ですよ、この、11時にオンライン見なかったっていうのを。一応買いたいものは買ったんですけど、家帰ってきてね、このオンラインで、あとは、ちょっとどんな感じなのかをちょっと見ていきたいなと思います。はい。はいはいはい。まずはね、まあ、デッキから見ていきます、デッキから。グレムリンデッキポチッ、おー、完売、ほう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 。いやこのデッキは買うっしょ、このデッキは買うっしょ。まだ店舗でね、まあおじさんが並んでた感じは全然買われてなかったっすけどね。いやこれはいいっしょ、これは、うん、 ET のデッキ買わなくてね、ギーガーのデッキ買わなくてね、後悔してたんで、これは絶対買いましたからこれ。はい、完売、はい、どんくらいで完売したのか知りませんけども、うん、はい、とりあえず在庫はなくなってますね。次、ちなみに、次、フーディーはドン、あ、グリーン完売、わ、グリーン、わ、グリーン完売、わ、グリーンにしとけよかったあ、フーディー高っ、3万3000、わ、ヘザーグ、いや、グリーンかヘザーグ迷ったんすけど、いや、そのね、見る
なんかこう見る時間なかったですよね。店員さんがもうおじさんが入店、そのおじさんのグループの入店1番目だったんで、もうなんかねじっくり見る暇なくて、もう店舗入った瞬間に店員さんがじゃあどうするみたいな感じだったんで、待ってってなってね、エザグレー、目視でね遠くにあるのを見てね、ちょっとグリーンとね見たかったんですけどね、グリーン売り切れいやエザグレーいいんすけど、こうやって見るとグリーンもよく見えてくる。うわー、なんだよおじさん店舗で、バカだなもう何の後悔もっとよく見ればよかった。グリーンとね、まあ、ヘザグリーンしたかもしれないですけど、その時ねグリーン点差しても、さあジャージどうだ、ボン、はい看板はい、まあ言うてもね11時44分なんでね今ね、オープンオンライン始まった瞬間はどうだったんですか、完売、まあじゃあまあ11時にもう買えなかったと思って、 XL とかも買えなかったと思って、買ってよかったか、もうそう思う。グレタティはどうですか、グレムリン人気っすね。あ、はいはい、ものによっては、まあ、サイズ色掛けしてきているって感じですね。カーディナルとかね、ナチュラルがもうない、ブラックホワイトグリーンはある、はいはいはい、ということで、まあなかなかねいい感じですね。はい、店舗行ってよかった、ほぼ完売ですね。これとこれとこれってね、いやーこう、おじさんのグループで一番最初に入店だったから、もう店員さんと一瞬でマンツーマンみたいな、店入って原宿店リニューアルしてたから、原宿店リニューアルしてたから、もうあの新しいゴンズのね、あの真ん中のモニュメントとかテーブルが取り払われてモニュメントがあったんですけど、それもね全然見れてないのよ。他のアイテムどうですか、あーこのパフィジャケットね、とあウーブンフードジャケット、ああいやこれもね店舗試着してる人いましたね、あーダスティライラ、完売と、今日は結構ねシップファンが大暴れで、ネルシャツ完売、はい、まあ、店舗でも試着してる人いましたね。おじさん的にはこのジップアップのネルシャツっていうのはね、どうもまだピンとこなくて、注目してなかったんですけど、買われてますね。はい。エンボルス風、セーターね。セーターか、これね。はいはい、あー、これ今日店員さん着てましたね。シンプルロゴシャツ。こんなのよかったりするんですよね。こんなのがね。あ、おじさんなんでグリーン買う？いやいや、いいんすよ。いいんすけどね。へさくれてよかったんですけどね。フーディー自体このねちょっとバキッとしたグリーンがね、なかなかねバキッとしたグリーンとこのねこのグレムリンのねなんかちょっとオレンジ色のオレンジベースのイラストフォトとのねこうなんかこの色の感じとかもいいじゃんってね、これ実物見確かめたかった、これは慌ててしまった、入った瞬間フィルムの店員さんがグッと来てどうするみたいな感じだったから、あーまだ飲みちょっと待って、まだ飲みそが全然働かない、あーへさくれてってなっちゃったっすねこれね。はい、あとこれアイラックのこの辺残ってるか、はい、でもいいっすね、今週はなんか凪かと思いきや、あっ Don't fuck around tea はね完売ですか、まあ、店舗でもやっぱね T シャツが人気でしたね、はい、この辺のこれも可愛いっすよね、いいっすよねこれね、はい、これ店員さん着てましたね、白ね完売ということで、わーし、メッシュキャップ、あ白はないでしょ、あ、まあ、白いいっすもんね、黒もいいっすもんね、これね、このロゴいいっすよね、キャットウーマンのビーニー、これも店舗も全然、誰も買ってない、ポンズのピンズも、はい、はい、ちゅうことでね、まあまあまあ、いいんじゃないですか、はい、店舗行って、ゆっくりこのジャージも変えて、フーディーも変えて、デッキも、いや、フーディーのグリーン、いや、売り切れたから、なんちゃいのっていうのあるっすよ、売り切れてるの欲しくなって、おじさん、ただ、おじさんたらもうと思うかもしれないですけどね、シュプリーム豚そういうとこありますからね、売り切れたの欲しくなっちゃうとね、単純ですからね、いやでもこのジャージ買えてよかった、はい、いや散財したな、いやほんとやばい、ちょっとねちょっとやばいですね、こっからなんか激アツコラボとか来た場合、本来今日凪ですからね、この凪にこの7万も使っておじさんはもうやばい、まあまあまあ久々店舗楽しかったです、はい、シュプリームのね店員さんたちも楽しそうにね接客しててね、S9 もいいみたいなね、もうあのナイス
めちゃめちゃ優しい。いやでもね、店舗行ったらちょっとこう話しかけてくれた方何人かいらっしゃいましたね。よく分かりました。だからあんま気づかれないかなと思ったらね、全然その中でもなんか、あ、この T シャツ買ってたやつで僕ほんと好きで、このスラックスも買ったやつですよね、でこの T シャツも買ったやつだから、でこうこのアクセサリーもそうだ、もう着てるもん全部バレてたっていう、その、うん、顔バレじゃない、服バレでバレましたから、おじさん。いや本当あれだす、あらだすということでね、あの時のね、お兄さんだす、はい。あ、彼女と来ててっつってね、ちょっと彼女時間ありますか、あの彼女に会わせたい、彼女に会わせたいんだみたいななってね、あー全然、まあもうちょっとならいいっすよっつったら、今どこにいるの、シュポーシュと一緒にいるんだよっつって、あー、渋谷、ちょっとテレビ電話でお願いしますテレビ電話グッてやったら、こう歩いてる彼女が、あー本当だーなんてね、おじさん見てね、おじさんも、どう思うなんつってね、テレビ電話でね会話するってね、何してんのっていうね、原宿の路地裏で、うん、テレビ電話でね、あの知らない方の知らない彼女さんとね会話しましたけど、いやあれだし本当に、いや交流もありつつね、やっぱ店舗久々行くといいっすね、うん、ちょっとやっぱ晴れてる日はいいっすね、雨の日はもうちょっときついっすけど、また行きたいと思います、はいはい、ということでシュポージュでした。まあ来週は購入実況かな、うん、オンライン購入実況かな、はい、ということで、チャットとグッポとよろしくね、あたした。触らないでもらっていいですか？